どうもこんにちは、日暮小学校物語優作です。はい、今日はですねウクレレ練習のイメトレというお題でお話していきたいと思います。皆さんね、ウクレレを練習できる時間ってやっぱり限られてると思うんですね。やっぱり仕事が忙しいであるとか、まあ、家事で忙しいであるとか、子育てで忙しいであるとかね、まあはたまたいろんなまあ介護とかいろいろあると思うんですけども、やっぱり忙しいとなかなかね、息つく暇もなく、まあ隙間時間を活用してウクレレを練習しなさいと言われても、まあそうもいかないっていうような形で、実際にウクレレに触る時間が少ない。まあこれはまあなかなか困ったもので、上達はしたいけども、触れなければね、なかなかやっぱり、こう実感としてどんな音が出せるかとかですね、まあご自身がねどんな状態かっていうのも把握しづらいのでね、ウクレレに触る時間を増やしていただきたいと思ってるんですけども、そうはいかないといった場合ですね、まあちょっとイメトレをしてくださいねってことですね。イメトレって言ってもね、まあどんな風にすればいいのかってなかなかね、まあ想像つかないと思います。僕がお勧めしてるのはですね、とにかく好きなフレーズってあると思うんですよ、誰でもね。例えばどんな曲でもいいです。好きなウクレレソロの曲があったとしますよね。で、それを弾いてる時の動きって、何度も弾いてるとね、まあそれがもう体に染み込んでるわけだし、頭の中でそれを再現することってできると思うんですね。そういったフレーズが各自あると思うんですよ。まずその好きなフレーズを単に思い出すだけでいいと思います。イメトレって言っても、何かこう難しいような話ではなくて、単純に好きなフレーズを思い出して、それを弾いている時の腕の動き、指の動き、体の動き、それを弾いている楽しさっていうのを思い出すっていうことでイメトレはいいんですよ。だから変にですね、どの音がどこの場所だとか、難しいことの形を思い出そうとか、そういったことでなくても結構です。とにかく自分が弾いて気持ちいい瞬間のことを思い出して、それをまあ頭の中で再現するっていうことでもなくていいと思います。とにかく思い出して、それをまあ何回もね、繰り返す。そうすると、そのイメージがやっぱり頭の中でね、弾けない時間でやったとしても、次体で表現するときにね、いい意味で修正されて、補正されて、よりね、端正に弾けたり、質感高く弾けたりということがきっと生まれると思うんです。そういった手法を取り入れてもらうと、どんなに忙しい人であっても、また練習嫌いな人であっても結構ですけど、ただ動画をいっぱい見まくるっていうのも確かに効果的ですよ。こうやって YouTube とかでね。まあ演奏家の方のね。だけど、それ以外にもやっぱり自分が主体なんですから、自分を高めるためには自分が好きなフレーズなりっていうのをとにかく思い出して、反芻して、楽しむと。ね。あんまりこう苦痛にならない程度で楽しむと。それをね、ふとした時に勝手に出てくるようになれば締めたものです。ね、やろうと思ってやるとなかなかね、こういったこともできないですけども、ふっとね、浮かんで、あ、こういうフレーズが今弾きたいんだなって、そう思ってもらったらいいと思うんですけどね。そういった感じでイメトレっていうのを心がけてみてください。そうするとね、きっと今後ね、ウクレレをまた弾く際にもいい影響が生まれて、よりね、美しい音色で弾けるようになるんじゃないかなと思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さらに下の説明欄にあるメールマガジン、こちらでは限定公開の動画をたくさんご用意しております。メールマガジンにご登録いただくだけで、定期的に皆様のウクレレ上達のお役に立てるより深い内容の動画を配信してまいりますので、ぜひご登録ください。またブログ、日暮小学校のブログもぜひチェックしてみてくださいね。